皆さんこんにちは。吉川高校から参りましたチームソーリンです。大分の地に古くから伝わる伝統と文化、今若者たちによる未来へのチャレンジが始まるをテーマに開催するイベントがありました。文化遺産を生かした地域活性化事業として伝統芸能の披露や豊後府内の衣、食、書、小、茶、文化継承と復刻のプロジェクトです。吉川高校調理科の皆さんによる大友御膳の発表です。実際に作った御膳は展示ブースに展示されていました。次に味噌について味付けはとても薄味ということでしたが、今の時代に食べても美味しそうと思うくらい豪華な御膳でした。吉川高校の生徒が作った金平糖の無料配布が行われ盛況でした。味噌について学んで感じたことは、今から400年以上も前の時代に今とほとんど変わらない食事を食べていたということがとてもすごいことだと思いました。大友御膳は4班に分かれて4膳の料理を 作りました、まあ、1班ずつ紹介していきたいと思います。こんにちは。こんにちは。まずは大班の説明をします。口なしをトンカチで砕き水につけます。色が出たらこうしてご飯と一緒に炊きます。昔赤飯の代わりにお祝いの時に食べられていました。今は薄木の郷土料理となっています。私が食べた感想としては今の豆ご飯のような味がしました。次にアジのひぼかし汁の説明をします。大根、人参、ごぼう、しいたけ、しめじ、木綿豆腐、油揚げ、アジの塩焼き、小ネギ、えのきを入れます。野菜、きのこ類は油で炒めてかつおだしを加えます。野菜を炊き上げ、豆腐、油揚げを入れ、最後にアジのほぐし身を入れます。ひぼかし汁は素焼きした身を入れる汁のことを言います。これが原点で宮崎の冷や汁や今のかやき汁につながっていると考えられています。次にタイの塩焼きの説明をします。焼いてから冷めるまでに形が崩れやすいので、大根を土台に爪楊枝で頭と尻尾を上げておくことがポイントです。食べた感想としてはとても素朴でタイ本来の味が楽しめる料理だったと思います。今から2膳目の説明をしていきたいと思います。まずは焼き鳥です。鶏もも塩焼きにして甘辛く味付けをします。味付けはみりん、酒、醤油を同割りにしたものです。ソーリンの時代ではバンやキジなどの山鳥やカモやアヒルなどの水鳥を使ってました。今の焼き鳥のサイズよりも昔はかなり大きかったそうです。刺身の説明をします。お祝いの料理だったのでタイの刺身です。盛り付けに大葉、大根の剣を盛りました。ホタテをさっと霜降りにして甘辛く炊き上げます。味付けは酒、みりん、醤油、砂糖です。ソーリンの時代の前はホタテを干し貝柱で出汁を取っていましたが、ソーリンの時代あたりからおかずの一品として食べられていたそうです。次に大根なますです。大根と人参を海水と同じぐらいの塩水に30分つけます。そして絞って1日甘酢につけます。ソーリンの時代では大根なますがお祝いの品でしたが、現在ではお正月に食べられるこの白の入ったなますです。4品の感想は、ソーリンの時代と違い現代は調味料がたくさんあるので美味しく仕上がりましたが、ソーリンの時代は調味料が少なかったのでどれも素朴な味だったと思います。これで2膳目の説明を終わります。3膳目の料理説明を します。3膳目は4品あり、1品目はキノコの大豆煮の料理の説明をします。まず大豆を水に一晩つけて優しい水でゆっくりと戻していきます。そしてキノコ類、インゲンはまずボイルをし薄い発泡酢に漬け込みます。発泡酢とは
みりん、薄口、かつおだしを合わせたものです。次に野菜の煮物について説明をします。野菜の煮物はかぼちゃ、なす、いんげん、エビを使っています。まずはかぼちゃの皮をむき、面取りをし、かつおだし、薄口、みりん、砂糖で優しい味に仕上げます。次に茄子を揚げていき、お湯で油抜きをし、みりん、濃口、かつおだしに漬け込みます。エビはしば煮にしていきます。まずは背わたを取り、爪楊枝で形を整えます。そして沸騰したお湯でさっと茹で、水につけ形を整えます。その後霜降りをし、生姜、みりん、薄口、かつおだしに漬け込みます。3品目は煮魚です。宗麟の時代はハマチを煮魚にして食べられていたそうなので、今回はハマチを煮魚にしています。まずはハマチの下処理をして、霜降りをし、水、砂糖、酒、濃口、みりん、刺身醤油、生姜を合わせたものにつけ、5分ほど炊き上げます。4品目は干し柿です。宗麟の時代にも干し柿はもう食べられていたそうなので、3膳目のお膳に入っています。宗麟の時代の料理はどれも薄味で優しい味だったので、現在で出したら 誰もが物足りない感じになるんじゃないかと思いました。これで3膳目の料理説明終わります。まず宗麟かぼちゃとは別名未経角かぼちゃといい、コロンブスがアメリカ大陸を発見した際にかぼちゃの種を持ち帰り、ヨーロッパやインドシナのカンボジア等に広まったと言われています。また日本へ到来したのは1541年、ポルトガルから大分の大友宗麟に送ったのが最初と言われています。かぼちゃというのはカンボジアというのがなまってかぼちゃという名前になったそうです。次に宗麟かぼちゃの特徴について紹介したいと思います。形は見ての通り菊型になっていて、大きい縦じわが入っており、平均 3,4 キロ重さがあります。また果肉は単石葉色で厚く、皮は薄く、艶やか、表面には白い粉を吹き、艶やかなかぼちゃになっています。僕たちも御膳を作りにあたって試食してみたのですが、とても繊維質でボソボソしており、甘さもあまりなく、風味もあまりなく、あまり美味しいとは言えませんでした。なので現代風にアレンジするならグラタンなどにしたら美味しいのではないかと思いました。私たちは4膳目の料理説明をしたいと思います。まず小石麺は小麦粉にお湯を加え、耳たぶくらいの硬さになるまでこねます。それを小石の形に整え、ボイルをし、きな粉と砂糖に絡めた料理です。私は小石麺が作られ、それから長い年月をかけて大分の郷土料理である安馬にたどり着いたんじゃないかと思いました。金平糖は南蛮菓子の一つで、金平糖の漢字は当て字で、金平は甘味が砂糖の甘味が強いことから金平糖という当て字が付けられたと言われております。日本に初めて渡ったのはポルトガルから織田信長に送られたのが有力な説です。カステラはポルトガル語でカステーラと言われ、保存食だったようで、16世紀末頃に柔らかく炊き上げるレシピが生まれたと言われております。一般的な説では16世紀室町時代にポルトガルから長崎に伝えられたと言われております。私は金平糖もカステラも大好きです。特にカステラは小学校の時に修学旅行で長崎に行って大分に渡ったというのを今回のイベントで知り、とても調べてびっくりしました。漁師館高校調理科の皆さん、どうもありがとうございました。で、1ヶ月という、長い期間で皆さんには復元をして作っていただきましたが、作成にあたって大変なことは何でしたか？はい、僕たちは放課後などを使って作成してきたんですけど、作成していく中で昔の食事に近づけるっていうところがなかなかできなくて失敗したこともあったんですが、何回もみんなと作っていく中で徐々に自分たちが思う大友御膳が作れたんじゃないかなと思います。
このお膳を作っていく中で、はい、今と昔が食を通じてしっかりとつながっていってるんだなということが実感できました。私たちは調理家なので、将来自分が食を持った時に今回学んだことを次の世代に食で伝えていきたいと思います。よっけ、はい、ありがとうございます。